寝込みを襲われる、ウラジーミル・スーズダリ大公国のアンドレイ大公。ドレブラーネ族から功能を受けるイーゴリ一世。ラジビウ年代記は、古東スラブ語で13世紀に書かれた年代記。ラジビル年代記、ラジビロフスキー年代記、また、ケーニヒスベルク年代記とも言う。キエフルーシの歴史を綴った、原書年代記の遺本で、原書は13世紀に成立しその写本が15世紀に作成され、現在は、サンクトペテルブルクのロシア科学アカデミーに所蔵されている。リトアニア大公国の貴族、ラジビウ家が17世紀から18世紀に居城としていたネスビジ城にこの年代記を保管していたことから、ラジビウ年代記と呼ばれるようになった。5世紀から13世紀初めにかけてのキエフルーシとその近隣諸国の出来事が600以上の色付きの挿絵で表現され、他の東スラブ語の写本と比べてもその量と内容の豊かさが際立っており、ユネスコの世界の記憶にも登録された。ありがとうございます。